イザヤ書第9章。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしみを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの負っている首輝と、その肩の杖と、しえたげる者の鞭と、ミディアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣とは、火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義と思って、これを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。主は一言をヤコブに送り、これをイスラエルの上に下される。すべてこの民、エフライムとサマリアに住む者とは知るであろう。彼らは高ぶり、心おごって言う。瓦が崩れても、我々は切り石を持って建てよう。桑の木が切り倒されても、我々は紅白を持ってこれに変えようと。それゆえ主は敵を起こして彼らを攻めさせ、その仇を振り立たせられる。東にスリア人あり、西にペリシテ人あり、彼らは大口を開けてイスラエルを食い尽くす。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。しかもなお、この民は自分たちを売った者に帰らず、万軍の主を求めない。それゆえ主はイスラエルから頭と尾と、白の枝と足とを一日のうちに断ち切られる。その頭とは長老と立っとき人、その尾とは偽りを教える預言者である。この民を導く者はこれを迷わせ、彼らに導かれる者は飲み尽くされる。それゆえ主はその若き人々を喜ばれず、そのみなしごとカフトを憐れまれない。彼らは皆不信仰であって、悪を行う者、すべての口は愚かなことを語るからである。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。悪は火のように燃え、茨とおどろとを食い尽くし、茂り合う林を焼き、煙の柱となって巻き上がる。万軍の主の怒りによって地は焼け、その民は火の燃え草のようになり、誰もその兄弟を憐れむ者がない。彼らは右手につかんでもなお飢え、左手で食べても飽くことがない。おのおのその隣人の肉を食う。マナセはエフライムを、エフライムはマナセを食い、彼らは共にユダを攻める。それでも主の怒りは止まず、なおもその御手を伸ばされる。